はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。上城涼河です。さあ本日なんですが、シャークデッキ作ってきたんでご紹介していきたいなというふうに思っております。私いつものエンジョイデッキメインでご紹介していますが、今回のデッキはガチです。ガチで強かった。シャークだけデッキですね。いわゆるシャークデッキ、エクシーズフェスティバルが始まってるんで、今度、まあでもこの動画公開していく頃にはもう始まってるかもしれないですけど、エクシーズフェスティバルが始まるんで、なんかねエクシーズデッキ決めたいなと思って、でなんかいろいろエクシーズデッキ候補まあ考えてたんですけども、やっぱねシャークなんだよね。かっこいいんだよね。カオスナンバーズ101、サイレントオーナーズダークライト、かっこいいんだよね。このモンスターね使いたいと思って、デッキ組んできました。まあシャーク先輩プラスクラゲ先輩デッキみたいな感じで、一応クラゲ要素も入ってるんですけど、基本的にこのデッキの何が強いかっていうと、まずね1枚書道がある。例えば、まあ、カッターシャークですよね。カッターシャークってのは1枚でランク4が立てられるんですよ。やっぱね1枚書道があるデッキっていうのはすごく強くて、なんでかっていうと汎用カードをいっぱい詰めるんですよね。1枚書道を引けば結局動けるデッキっていうのは、なんかそのデッキのスロットがなんかその妨害札に結構当てることができるんで、例えばまあ、今回で言うと、まあ、うららとか、まあ、ゾウジーとか、あと、神仙とか、それから、まあ、禁じられた一滴とか、まあ、墓穴とか、こういう、なんかその、汎用札に裂くことができるんですよ。1枚書道があるデッキっていうのは。やっぱ2枚、3枚の書道で、動いていくデッキっていうのは、結構ね、コンボパーツが増えちゃうんで、デッキの中、結構汎用カード積む枠少なくなっちゃうんですけども、このデッキは、1枚書道があるんで、めちゃくちゃいっぱい汎用札積みます。だからね、強いんですよ。だから強い。で、1枚書道をカッターシャーク以外にもいくつかあって、例えばブリンセスですね。はい。カッターシャークを出してくれるブリンセス、それからブリンセスを出してくれるワンフォーワン。まあ、この辺が全部1枚書道になってまして、これどれか引けば1枚からランク4が立ちます。で、シャークデッキの強いところは、1枚、カッターシャーク1枚立つ。もしくは、水属性モンスターが、レベル4のモンスターが2体並ぶ展開をすると、デッキトップにセブンスワームを置きながら未来利用が出せるんですよ。これがめっちゃ強いです。でセブンスワームはこれ2枚入ってるのさ、ゴードンで除外されないようにっていうのと、あと手札に初手引いちゃった時のために、これ絶対これ打ちたいから、俺絶対これ打ちたいんだよ。絶対これ打ちたいから2枚入ってるんだけど、このカードでちなみにね、このサイレントオーナーズダークナイトをね出していくんだけど、この動きをするのにすごく最適なムーブがありまして、まずまあレベル4の水属性モンスター2体並びますと、でまあバハムートシャークをね出していく。でバハムートシャークって基本的にその持ち帰るとか出てくるイメージすごい強いかなと思うんですけども、バハムートシャークでランク3の以下の水属性エクシズモンスター特殊ができるんで、ここでリバリアンシャーク出せるんですよね。でリバリアンシャークって、これはまあ効果をちょっと1回読み飛ばしてもらって、2番の効果、このカードが墓地を送られた場合にデッキからランクアップマジック魔法カードを1枚デッキの1番目に置くよっていう効果あるんですよ。このリバリアンシャークの効果が、まあ、要はバハムシャークで、リバリアンシャーク出して、でリバリアンシャークの上に重ねて、FA ブラックレイランサー出すと。でこのバハムートシャークと FA ブラックレイランサーってナンバーズじゃないので、ナンバーズ以外の同じランクのモンスター2体で出せるこの未来王、フューチャーナンバーズでの未来王ホープっていうね、このモンスターをなんと出せるわけです。この2体を並べられれば、でフューチャーナンバーズ0未来王ホープの上に重ねて未来竜王ホープが出せるんだけど、この最強モンスターね、これこの過程でバハムートシャークとそれから FA ブラックレイランサーの2体の下の素材になっていたモンスターたちっていうのは墓地に行くんですよ。だからバハムートシャークで出したリバリアンシャークは未来竜王を立てる過程で墓地に行くんですね。そうするとランクアップマジックデッキトップに置けるんですよ。これ最強です。このムーブ、これが最強で、未来竜王ホープは言わずもがなめっちゃ強くて、このカードそもそも戦闘効果で破壊されないっていうのがクソみたいな耐性があると。で一旦一度相手のモンスターの効果が発動したら、このカードのエクシーサイドを除いて無効にするよと。でさらにフィールドのモンスターの効果の発動を無効にしたらパクれるよと。めちゃくちゃ強いですよね。こいつが1枚から出せるんですよ、このデッキは。さすがに強いなという話ですね。はい。で、エクストラは他にもね、シャーク&クラゲパイセンっぽいカードをいっぱい入れてまして、
例えば、海溝流シャークドレイクっていうね、はい、これはあのかっこいいんで入れてますけど、マジで出したことがありません。マジで出したことがないで、新鋭はまあ結構強いんで入ってますね。で、まあサイレントナーズアークナイトももちろん入ってるんだけど、これは強いから入ってるんだけど、ここ別にこれね、これ2枚目これ2枚入れていいかな、あの持ってる人はね、これ2枚であのシャークドレイクはちょっと抜いちゃっていいかなと思ってるんだけど、まあちょっとデップスバイトはちょっとあのシャークさんの魂のカードすぎてちょっと抜けなかったんで入ってるんですけどね。はい、でオナーズが1枚と、これですね、スパイダーシャーク漫画版のエースね、はい、これとあとクラゲパイセン の, あのエースモンスター猛毒種をステルスクラゲンと、ステルスクラゲンが破壊された場合に出てこれる、猛毒しかステルスクラゲンエフィラが2枚、それからオナーズからランクアップマジックし出せるサイレントオナーズダークナイトと、どのモンスターからも上に重ねてエクシーズ召喚できるガンダムと、こういう感じですね。はい、で、メインデッキは、まあ、基本的にはカッターシャークから入りたいんだけど、カッターシャークがなかった時でも一応レベル4のモンスターが並ぶように、まあ、サイレントアングラとか、あとそれからまあランタンシャーク、それから、シーネットルみたいなカード、まあ、特殊召喚できる水属性モンスターですね、この辺を入れてると。でライトハンドシャークはこれあのエクシーズワンにするとあのエクシーズワンに、しているモンスターが戦闘で破壊されないっていう耐性が付与できるんで入ってるんですよね。だからカッターシャークから出してくるのは基本的にはあのライトハンドシャークになるんだけど、これね一応召喚成功するとレフトハンドシャークっていうのを手札に加えて、レフトハンドシャークとかをなんかこう墓地から蘇生するとレベル4できるよみたいないろいろあるんだけど、レフトハンドシャークまあ弱くて、うん、なんで僕はレフトハンドシャーク抜きました。はい、あいつは首で、動かし方はさっき言ったようにレベル4のモンスターを並べて、まあ、ひたすらに未来竜王とか深淵とか、まあ、スパイダーシャークでビートダウンしていくと。でこのデッキ未来竜王ホープがね魔法トラップに弱いんだよね。禁じられた人手続とかああいうカード打たれるとちょっとめんどくさいから、もうこれを神戦で全部止めていくっていう、まあ、そういうねそういう、まあ、構築にしてます。一応他に相性いいカードは、まあ、X 買って午前試合とか、あとなんだか激流走とかいろいろあんだけど、まあ、俺は未来竜王ギミックであのセブンスワンしてサイレントオーナーズダークナイトを出していくっていう構築なんで神戦ガズミしてるっていう、まあそんな感じですね。この辺はちょっと微調整していただければと思うんで、はい、早速ねガチ構築エクシーズフェスティバルで大暴れする予定のシャークラゲデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。見えたぎってきたぜ。ハンドいいですね、ハンドはいい。まあちょっと手札誘発あっても、まあ1妨害くらいであれば乗り越えれる気がする。カッターシャーク召喚、カッターシャークの効果を発動。デッキより、お、なんもねえな。いいのか、投資いいのか、世界終わるぞ。ライトハンドシャークを特殊召喚するか。ライトハンドシャークをデッキより特殊召喚。レフトハンドシャークいらねえな、これレベル3だしな。ちょっとこれいらねえわ、多分これいらねえ。吠えろ未知なる轟き、深淵の闇より姿を現せ、エクシーズ召喚ラック4バハムートシャーク。そしてバハムートシャークのモンスター効果発動。このカードのオーバーレイユニットを一つ使い、エクストラデッキよりランク3以下の水属性エクシーズモンスター一体を特殊召喚する。これによりリバリアンシャークを特殊召喚、そしてリバリアンシャークの上に重ねてオーバーレイユニット枠を再構築、エクシーズ召喚フルアーマードブラックレイランサー。そして同じランクでナンバーズ以外のモンスター2体でオーバーレイエクシーズ召喚、現れよフューチャーナンバーゼロ未来王ホープ。そして今墓地を食らったリバリアンシャークの効果発動。このモンスターが墓地を食らった場合デッキトップにザ・セブンスワームを置くことができる。そして俺は未来王ホープ1体でオーバーレイネットワークを再構築、フューチャーエクシーズチェンジ、現れよフューチャーナンバーゼロ未来竜王ホープ。このモンスターは相手のモンスターの効果を無効にし、そしてパクることができる。さらにこのモンスターは戦闘効果で破壊されることはない。これでターンを終了だ。マジでレフトハンドシャークいらねえ。ちょこいつ抜こここいつマジでなんでこいつレベル3なんだよ。墓地送っとかないといけないからな、これな。ナリキンゴブリン、なるほど、戦闘機かなんかですかね。はい、いいですよ。暴走魔法陣いいだろ。召喚戦闘機召喚銃かなんかですか。なるほど、なんか強そうだな。とりあえず神の宣告があるから融合召喚は止めよう。メルカバー君あたり出てきても神の宣告がある。
ちなみにアレイスターパクればいいみたいな話もある。戦闘起動エンゲージ、まあまあそれはいいや。戦闘起動エンゲージの効果でウィドウアンカーで効果無効にしてこようとしてる。あ、そう、あのね、全然無理だね。こういうカードのために俺はこのカードが入ってるのさ。神の宣告、4500もの大ダメージを受けてお前の魔法カードの効果は無効にさせてもらう。ウィドウアンカーの効果は無効になったため未来竜王のホープはまだ生きている。さあどうする、アレイスター。ちょっと、これ無効にすればいいんじゃね。これパクったらもう相手融合できんでしょ。お前のモンスターはいただいた。お前のモンスターは俺のもの、俺のモンスターも俺のもの。おい、伸びた、お前のモンスターは俺のもの、俺のモンスターも俺のものだ。というわけでジャイアンのモノマネもバチコルと決まっていく。あのジャイアンのモノマネだけ異常にうまいっていうのでちょっと僕定評あるんですよね。え、持ってるのもしかして。あ、ある、あ、そう、エフェクトベーラー、エフェクトベーラー今引いたな。さっき撃てばいいものを召喚獣メルカバー、そんなモンスターはどうでもいいぜ。モンスター効果を発動してみ、お前のモンスター俺がいただくぜ。またジャイアンのモノマネが爆誕するぞ。大丈夫か、メルカバー、まあいいだろう、そのくらい許してやろう。ちなみに俺のデッキトップはみんなわかってるよな。そう、俺がデッキトップに仕込んでおいたのはザ・セブンスワン。ランクアップマジックザ・セブンスワンは相手に公開し続けることによってメインフェーズ1の開始時にこのカードを発動することができる。ランクアップマジックザ・セブンスワンを発動。セブンスワンの効果によりエクストラデッキよりナンバーズもさ、いや無理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 、もう全然無理、それは無理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 、ちょっとうるさいよ、黙って黙って。おメルカバーもらっちゃっていいの、大丈夫。じゃあそのモンスターいただいちゃって、はい、ありがとうございます。未来竜王のいけないところ全部出てる、このデュエル。現れろカオスナンバーズ101、満たされぬ魂の守護者よ、暗黒の騎士となって光を砕け。ランクアップカオスエクシーズチェンジ、現れよサイレントオーナーズダークナイトは。これ召喚ムービーないんかい。いや、これ召喚エースないんかい。つけてくれよコナミさん、行くぜ。俺はサイレントアングラーを、水属性モンスターがいるため手札より特殊召喚、そしてお前のフィールド、お前のアレイスターと俺のサイレントアングラーでオーバーレイエクシーズ召喚、現れろ深淵に潜んでいく、深淵に潜んでいく。これで水属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップ、バトルフェイズだ、いけ、深淵に潜むのでダイレクトアタック、そしてメルカバー、メルカバーパンチ、メルカバーパンチ、いけサイレントオーナーズダークナイトでダイレクトアタック、ダークソウルローバー、うわー、うん。いや、このデッキかっこよすぎません、やばいですよね。さあ、お相手の方先行いただいたぜ。あー、ちょっとまあ儚なねえけど、ちょっと通るかな、これ通ります、これ通りますかね、これ通ります、除外、これでウララって言われると結構やばいけどね。あったあった、通る、オッケーオッケー。俺はカッターシャークをデッキより特殊召喚、そしてカッターシャークの効果発動、カッターシャークの効果によりフィールド上の魚づくモンスター1体のレベルと同じモンスター1体をデッキより特殊召喚、そしてレベル4の魚づくモンスター2体でオーバーレイエクシーズ召喚、吠えろ未知なる轟き、深淵の闇より姿を現せエクシーズ召喚、現れよラックヤンバームートシャーク、そしてバームートシャークのモンスター効果発動、このモンスターのオーバーレイユニットを1つ使いデッキよりランク3以下の水属性エクシーズモンスター1体を特殊召喚できる、これによりナンバーズ71リバリアンシャークを特殊召喚、そしてリバリアンシャーク1体でオーバーレイネットワークを再構築エクシーズ召喚、ブルーアーマードブラックレイダーサー、そして同じランクのナンバーズ以外のモンスターが2体来るぞ、ユーマ、ユーマか知らんけど相手行くぜ、フューチャーナンバーズゼロ、今こそ現れろ天魔、今ここに解き放たれ縦横無尽に未来へ走る、これが俺の天地開幕、俺の未来、いやユーマの未来、カットビングだユーマ、フューチャーナンバーゼロ未来用ホープ、そしてリバリアンシャークの効果
ランクアップマジックをデッキよりデッキトップに置くことができるぜ。そしてフューチャーナンバーゼロ未来王ホープ一体でオーバーレイネットワークを再構築。フューチャーカオスエクシーズカオスフューチャーエクシーズチェンジ未来竜王ホープ。このモンスターは戦闘効果で破壊されることはない。そしてカードを1枚セット、カードを1枚セット、ホワイトミラーはいいや。あとで3周目、さあお前のターンだ。まあ一応ホワイトミラー使うともう1体出んのかね。これもう1体出しといてもよかった可能性はあるな。割と深淵にするものとか出しといてよかったかもしれないな。サイレントアングラーも出るし、はい、トレードインいいだろう。トレードギャラクシーアイズだ。カイト、カイトだったのか。カイト残機の用意はちなみにできてないまだちょ。トレードインどんだけ打つ、どんだけトレードイン打つ、トレードしすぎじゃない。フォトンサンクチュアリー、あなんか割と強そうだね。やばいかなこれ。うわでも戦闘効果で破壊されないっていう効果あるんで、まあ、これがかなりね強力な効果になってますんで、これは結構強いと思いますね。まあ、相手はこのフォトン、未来竜王を超える展開をしなければいけないので、意外と要求値は高い。まあ、これはまあスルーでいい。こんなどうでもいいモンスタースルーでいい。こんなモンスターにはやられない絶対に、うん、全然いいよ。まあ、もうあの全然もう回収しな、いいよいいよ、いくらでもいいよ、全然いいよ。なんかやばいモンスター出てきた時に何とかすればいいかな、ね、怪獣が一番やばいですねこのデッキ未来竜王でドヤ顔してると怪獣でひょいってやってどけされるのが一番やばいですね。それ以外であれば結構なんとかなります。はい、モンスター効果に対してはめっちゃ強いですし、まあ、裏も結構強いんでね。今後ろ禁じられた一滴と神戦ですからね、さすがに強い。さあ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 、面白そうじゃねえか展開が。まだまだ手札5枚くらい、6枚か、6枚もあんのかあいつ。なるほどな。ギャラクシーブレイバーの効果でフォトンスラッシャー見してレベル4で特殊召喚ね、いいよ全然いいよ、問題ないよ。でギャラクシーブレイバーの効果一応発動するかい、 OK。 で3000と2500の、打点をコピーしていくのは別にそれはどうでもいい、そんなのもどうでもいい。レベル4になったところで何かできるのか。最強モンスターの前にはユニオンキャリア、ほう、なるほど。あー、まあそれはいいよ、全然いいよ。で装備するのね、ユニオンキャリアに。なるほどね、フォトオービタルかな、サポートしろオービタルつって。なるほど、まあ、それも別にいいんじゃない。特段なんか別に装備されたところでなんかやばいこと起きない気がするから、やばいモンスター出てきたら止めればいい。はい、どうぞどうぞどうぞ、ご自由にどうぞ。まあやばいモンスターって何がいるかな。まあフォトンロードが強いかな。ギャラクシアズフォトンロードと、あとまあそうだな、無効にしてくる系かパクる系か効果が発動できない系かなんで、いや意外となんとかなるね。まあ、ギャラクシーアイズとかギャラクシーあじゃないギャラクシーサイファーかとか出てきても、まあ未来竜王いますし、まあ、後ろ禁じられた人種族ですし、さすがにこれなかなか返せないと思うんですけどね。バック除去ってからなんとかするみたいなことしないと多分この盤面返せないんじゃないかと思うんだけど、未来竜王、ああそれ、あそれはね、それワンチャン返せるねまあでも召喚無効にしてもいいかな。はい、ギャラクシーストルジャーはいいよ、ギャラクシーストルジャーの効果発動いいよ、全然いいよ。僕のね伏せカード何なのか分かってないだろうけどね、最強カード伏せたんだよね。でギャラクシーストルジャーの効果で、フォトンバニッシャーも特殊召喚していく。でフォトンバニッシャーの効果でギャラクシーアイズフォトンドラゴンを手札に加えていくのはもう全然それもいい、もう許容許容、全部許容、全部許容します。はい、僕優しいんでね、僕優しいんですよ、めっちゃ心広いんで、はい、あーそれやっちゃうそれやっちゃう、なるほどね。レベル5が2体機械族レベル5のモンスターが2体来るぞ、来たノバ、ここはいい、ここはいい、ここ通す、ここ通す、一回相手にエクストラ使わせる。でインフィニティだろ、インフィニティだろ、インフィニティだろ、はい、召喚無効で召喚無効でバゴーンさあどうする、残念でしたね、インフィニティ君どっか行っちゃいましたね。さあどうしますか、ギャラクシー
ウィザードを今さら召喚したところで何ができるんですか。ウィザードの効果、なるほど、レベルを上げるんですか、それともリリースします。何やってもいいですけど、あのモンスター効果1回止めて、あ2回か、今しずくあるんで、レベル上げるのは別にどういう意味や。はい、どうぞ。でエクスペディションどうぞ。これデッキから出してくるやつだね。はい、デッキからギャラクシーアイズ系のモンスターが飛んでくるのは別にどうぞ、全く問題はない。このモンスターは戦闘効果で破壊されないんで、うん、守備表示で置いといたらめちゃくちゃ硬いですよ。アフターグロー、はいはい、なんかすげえ頑張って展開してるけど、これ絶対取っ払いたいと思うわ。かけてもいい、俺は家業員の魂をかけるぜめちゃくちゃ考えるやんおレベル8が2体、なるほど、レベル8が2体で来るぞユーマ。あーサイファーの方ね、オッケー。お、こいつはあれか、アーク5版の書いてあったか、やるな。漫画版やと思った、漫画版じゃねえや、ゼアル版かと思ったらアーク5版の書いてあったわ。人は俺をナンバーズハンターと呼ぶとか言って、まあ呼んでるところ見たことないですけどね、呼んでる人見たことないですけどね、一切。エンドフェーズゴミ展開やんけ。まあ効果使ったらパクられるしなかわいそうに。そして俺のデッキトップはランクアップマジックザ・セブンスワン。このカードを相手に公開することによってこのメインフェーズ1の開始時このカードを発動できるランクアップマジックザ・セブンスワンを発動。ザ・セブンスワンの効果によりナンバーズモンスター1体を特殊召喚し、この上に重ねてカオスナンバーズを出せる。現れよカオスナンバーズ101、満たされる魂の守護者よ。暗黒の騎士となって光を砕け、ランクアップカオスエクシスチェンジ、サイレントオーナーズダークライト。そしてサイレントオーナーズダークライトのモンスター効果発動、相手フィード上のモンスターをこのモンスターの下に重ねてエクシスワンにできる。そして俺は手札よりマジックカードホワイトミラーを発動。ホワイトミラーの効果により、墓地で存在するカッターシャークを手札に加え、そして同盟モンスター一体をデッキから手札に加えることができる。これによってカッターシャークをもう一度手札に加えていく。そしてカッターシャークのモンスター効果発動、カッターシャークのモンスター効果により魚族モンスターレベル4のモンスターをデッキから特殊召喚できる。現れろライトハンドシャーク。レベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。これは誰にしようかな、やっぱシャークって言えばこっちだよな。眠りし大地と海の力が紡がれしとき、新たな命の光が噴出する。エクシーズ召喚、目覚めよナンバー37ラックアン希望式竜スパイダーシャーク。そして攻撃表示に変更しカッターシャークを攻撃表示召喚。そしてカッターシャークがいるためサイレントアングラーを特殊召喚し、さらにレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。現れよ、ちょっとクラゲパイセン出せばよかったな、まあいいやクラゲパイセン出した方がかっこよかったか。深淵に潜むもの、うおー伊達アップバトルフェイズ行くぜ。スパイダーシャークで攻撃、スパイダーシャークの効果発動、相手フィールド上のモンスターの攻撃力を1000ポイントダウンさせる。スパイダートルネード、そして深淵に潜むのでお前のフォトンスラッシャーなるものを攻撃、そして未来竜をホッピケスラッシュ。そしていけサイレントオーナーズダークライトダークソウルローバー、うわかっけー。ちょ見てこの盤面、神ゲーだわこのゲームは。